いいいかいお互いうちの劇場がピンチだってことはよくわかってるけどよくこう言うだろどんな失敗も成功の母ょっと待ったバスターパパに君に会うって言ったらいきなりこうエディコーラに行っとけこれ以上あんなショーに金は出さんぞだってさそうその通り誰もあんなの見たくないよ消耗戦ロージーに拍手を誰が食いつくと思うでしょさどうするやめるいや誰もが見たがるショーを見せるんだ それは何か <coughs> ちょこっとだけ待ってシルプレイメルシー <coughs> 誰もフランス語なんか喋ってないし僕の次のショーそれは何かドラムロールプリーズ <coughs> それは歌のコンテストいや本当にありがたいなって思いますずっとね出させていただいているしあのー、何より楽しいが詰まってるっていうのがこの イルミネーションの作る映画の素晴らしさだなというふうに思うんですそのはちゃめちゃなドタバタなコメディの中に必ずその心に残るあったかいものがあるんですよね。だから見終わった時に なんだこの多幸感すげえ幸せな気持ちで見終われるっていうのがそのイルミネーション作品の素晴らしいところだなっていうふうに思っていてなんかジェットコースターのようにあのストーリーを追っかけて行ってたらいつの間にか幸せな気分になってお家に帰れるみたいななんかそこが素敵なあなエンタメ映画だなっていうふうにいつも思ってます。まあ唯一無二のののの親友なのでババスターのでバスタターーへの思いとか、うん なんだかんだでずっと彼を支えていくというかそばにいるっていうエディの親友としての姿っていうのは非常にあったかいですしでもそれだけじゃなく彼はそのお金持ちの,あのボンボンなので今の世の中でもこうやる気が出ないなっていう人たちが <laughs> もしいたらエディを見てあっとなんか奮い立つものが <laughs> あったらいいなっていうふうに思いますけど。慎重ですかね エディも大きいのでなんかそこはちょっと共感する部分はあったんですけど本当に僕がこうなんだろうなあの劇団で研究生でレッスンしてた頃に本当に勉強してたのがそのいろいろ僕音楽いろんなものを聞いてきてで最終的にこの R&B のリズム感だったりとかがあのちょうど好きになってた頃に。 練習してたのが平井堅さんの曲で「Even If」っていう曲があるんですけどそれを実際に当時頑張って頑張って練習してで発表会とかで披露してたんですけどで今僕自身もあのそこから月日を年月を経てアーティストとしてデビューもしてでその中でカバーライブをやるって時に。 あの平井堅さんのその、e、イブイブをカバーさせていただいたんですね。で、人前でお客さんの前でそれを披露できるっていうのは非常に嬉しかったですし、なんか当時も思い出してなんかこみ上げるものがその時はありました。もう一つ思い出に残ってる曲は、それこそその10代の頃に <laughs> あのちょっと切ないあの恋愛をした時があったんですね。で、その時に聞いてたのがミーシャさんの曲でした。<laughs> 運命的っていう感じではないんですけど、ね、今回ねミュージさんも出演されるということであのすごくなんかドキドキしちゃうんですけどその時にあの「キスして抱きしめて」っていう、えー、曲をよく聴いててその曲を聴くと今でも切なくなってしまうっていうのをあのお伝えしたいです。<laughs> シング最高のエンターテインメント映画になっています、えー、僕もあの見ていてとても興奮しましたあの名曲だったりこんな名曲がふんだんに盛り込まれているしでその中にえー心に残るえあったかいものが感じられる映画になっています最高に楽しんで最高に笑った後にちょっとほろっと涙してそんな瞬間を僕も皆さんと一緒に味わいたいなと思っているのでぜひ映画館でご覧くださいよろしくお願いします